司馬遼太郎のですね、近江散歩から寝物語の里っていうのをちょっと引用しますと、そこは美濃と、近江の国境になっているということですね。滋賀県の方が近江です。岐阜県の方が美濃ですね。山中ながら溝のような川が古い中山道の道路を横断していて、この細い、溝ですね、美濃からまたげば近江、こうまたぎますとですね、美濃から今またぎました。美濃から、またげば近江、近江からまたげばまた美濃に戻れるという、この寝物語の里など地名として一見、まあ、ありうべき、なさそうに思えるが、しかし中世にも存在し、近世には、この地名を知っていることが今日の茶人仲間ではいわば教養の範囲に、属したということですね。こんな感じの場所ですね。周りはまあこんな家がこんな感じなんですよね。今また撮影の方が、まあ、来られてますけれども、あのいろいろね旅の方もいっぱいこんな感じのところですね。でさっきも見ましたけど、この立派な看板がこう出てるというところですね。今日の茶人仲間では、まあ、別名竹比べの里とも言って、この地名の起源についてはさまざまな説があるのだが今は触れないと。近江の国予知史略という本が江戸期に出たと。予知とは地理という言葉の明治以前の言い方である。近江是是藩が藩として編んだ近江の地史で、編纂には藩の儒者寒川辰清が当たり、1723年から11年をかけて完成した。そこに寝物語が出ている。別名を、長久寺村、長久長久寺村、長い久しい寺村ってんですね。これなんて読むんだろう。こういう村といい、近江国予知史略の頃はすでに、長久寺、長久寺ということにしますね。長久寺の方が盛唱だったらしいと。史略によれば、よると長久寺村は柏原の東にあり、かつて、長久寺という寺があったため、この、村名が起こったとしている。一方竹比べともいい、寝物語とも言うとある。こういう感じですね。で、イエスは25件、5件は美濃、30件は近江の国だということで、こちらの岐阜県の方にですね5件ありまして、これで20件の方はこの滋賀県の、また歩いてきましたこちらの方に20件あったということですね。両国の境はわずかに人溝を隔てているだけだということですね。まさか壁一重を共有する長屋であろうはずもないが、しかし壁越しで美濃の人と近江の人とが寝物語をするというそういう場所ですよね。まあ寝物語できそうですよね。これじゃあね、この溝一つ隔ててもう同じ土地なんだもんね。そこで美濃と、それから近江の境になっていると。まあひょっとすると美濃近江の国境の2軒だけが、長屋で、その3軒長屋の床下を国境の小溝が流れ、両国の人が溝一つを隔てて仲良く寝物語していた時代があったのかもしれない。こう司馬遼太郎がですね、近江散歩の中の寝物語の里というところで書いてます。まあ、こんなとこですね。はい、じゃあこの辺で終わりたいと思います。以上です。